久保さん。昨日ですね、スマホをですね、落としてしまって、お店で。で、探しても見つからないですよ。マジか、と思って。で、お店の人にね、すみません、落とし物ないっすかみたいな。いや、ないっすね、みたいな。うわ、終わった、と思って。で、で、その、あの、まあ、iPhone って一時検索できるんですよ。 で、パソコンから、この、パソコンからこの位置をね、検索してみたら出てきて、あれこれお店の中にあるぞと。やっぱりあるぞと。で、もう一回、ちょっとお店に行って、うん、やって、そしたらね、あの、お店の人が来て、ありました、みたいな。よかった、みたいな。もうね、死ぬかと思いましたね。 やっぱスマホって今個人情報いっぱい入ってるじゃないですか。だから、これきついなと思いましたね。うん。なんかその、まあ、財布落とすのもしんどいんですけど、いや、スマホ落とすとマジきついなっていうね。まあ、今、あの、いろんなこと考えましたね。まあ、これか、みたいな。最悪だ。まあ、いろんなことをね、まだ怒ってないんだけど、最悪の状態ですよね。 あの、データ取られてね。こう、悪用されたらどうしようみたいなね <laughs>。いろんなこと考えました。久しぶりに。久しぶりに。スマホを落とすって僕、ほとんどないんですよ。ほとんどないんですけど、あの、ないな。とか、ないっすね。<laughs> そう。いや、まあ、スマホを落としただけなのにっていう映画もあるんですけど。 だからまあいろいろ考えますよね。僕も人間なんでまだ怒ってないんですよ。まあデータを抜き取られて悪用されるみたいな、その事実は怒ってないんだけども、いろいろ考えますよ。それがまあ人間ですから。ただその時に、あの、まあ僕がやったことは、まあとりあえずできることですよね。iPhone の機能でその検索ができると。もし誰かに盗まれて持ってかれてたらまあ移動してるわけじゃないですか。 でも移動してなかったんで、もう一回。だから、その情報、その情報がなかったのは多分言ってないし。だからまあ、できることやるしかないですよね。できることを探して。うん、それしかないんですよね。で、もしそれで、ダメだったら、また考え方か、うん、その現状は変わらないわけですから、考え方は変えるしかないですよね。うん、だからその、あの、物事にはプラスとマイナスがあって、同居してると。 ただスマホもね、プラスとマイナスが同居してるわけじゃないですか。確かにスマホ1台の中にいろいろなものが入ります。それと同時にマイナスがありまして、落とした時のセ,セキュリティリスクっすよね。落としたら何もできなくなるみたいな。スマホを1つにしてるからね。スマホを1つで仕事ができるようになってます。すべてそこに集約してます。じゃあ落としたら仕事ができませんみたいなね。 だからまあいろんな部分にプラスとマイナスがこう折り交わってるのでまあ僕たちができることっていうのは考え方ですねまあまあスマホの間なんだけどマインドっていうところもありますよねだからモチベーションが上がらない時もあるんだけれどもそれをあのどう考えて改善していくのかまあ久保さんだったら仕組みを作るっていうねじゃあモチベーションが上がるためにどうすればいいのかっていうねそうろそろ考えて実行する仕組みを作るっていう だ僕たちは、その、感情の生き物なんだけど、感情をコントロールできる思考もあるんですよ。もし感情だけで生きているんだったら、まあそこら辺に性、そこら辺で性犯罪起こられて、お、お、行われてるでしょうね。感情の生き物だったら。あの女可愛いな、みたいな。<laughs> ね、久保さんね。でもそれを、まああと、あと、上司ムカつくとかね。上司ムカつく、殺したりたい。も上司いっぱい殺されてるでしょうね。でもそれは、 思考でコントロールしてるわけじゃないですか。殺したらまずいなとかね。そう。まあ、あ思考があるわけですよ、僕たちっていうのは。だからその思考を鍛える、マインドを鍛えるっていうことをしていくと、まあ、いろいろコントロールできるんじゃないかなと思いますね。うん。までもさすがに、感情の方がやっぱ昨日は上でしたけどね、ちょっと。だけど、うん、できること何かってってね、探して。うん。 まあ、よかったですね。パクられてたら。パクられてたら、まあ、盗、盗まれてたらね。落としたものを盗まれてたというか、その、まあ、誰かが拾ってそのまま持ち帰ってたら、まあ、移動してたんで。うん。かすごい、今って便利ですね。一応、その、位置情報がこう、探せるんで。うん。指針になりますね、一つの。初めて使いました。iPhone を探すっていう機能。 iPhone を探す機能をね、初めて使ったんですけど、すごい便利ですね。はい。いってらっしゃい。